こんにちは、クワトコータです。今回はまたタテクラフトにやってまいりました。今回はこのタテクラフトで僕やることは別にないや、やることはないけれども、やることを見つけましょう。やることがない時に限って、何もやることがないから先に帰っておきますねなんていう人は社会不適合者です。僕は社会に適合したいので、自分のやるべきことは自分から見つけるわけです。ということで、ゴッドコータはただいまより何しよっかな。こんにちは。こんにちは。ただいま動画を撮っておりますけれども、よろしいでしょうか？大丈夫です。あのですね、僕、はい、このサーバーでやることがないんですよ。はい。なので、何か僕にお手伝いできるようなことってございますかね？はい、そうですね、帝国軍の基地を TNT で爆破しましょう。あ、わかりました。テュートファンタさんからのご命令で帝国軍の基地を爆破したらいいんですね。 OK です。これまずい。 OK です。キュートファンタさんがそう言ったのであれば、僕はその指示に従うほかありませんね。まあ仕方がない、やれと言われたのであればやりましょう。じゃあ5発分爆発させることができるよね。あ、心が痛むわ。僕本当はこんなことやりたくないけれども、まあ、でもキュートファンタさんがやれと言うのであればやりましょうか。どちらですか？あれですかね？いや、あれ黒瀬さんの家だから、こっち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 。あ、こっち。こっちこっちこっち。あー、あれか、フーイジオンさんのお家ですね。フーイジオンさん。そうそうそう。フーイジオンさんのお家、これ帝国軍のお家だったんですね。もうこの辺、この辺がっつり行きましょう、この辺。この辺ですか？いや、家やると、後々まずいから。あとで物資盗みに来れなくなるから。先に物資を盗んでから爆破するの。あー、いいっすね、行きましょう。いいっすね、行きましょう行きましょう。何もないところ爆発させたって面白くないんでね。チラリチラリっすね。これ怒られるぞ。え、誰にですか？ジオンさんに。V ジオンさんに。はい。え、でも帝国軍ですよ。まあいっか。敵対国ですよ。大丈夫ですよ。あー、違うわ。大丈夫なんですかね、フィジョンさんの宝盗んじゃって大丈夫なんですかね。僕はまだ手つけてませんからね。キュートファンタさん手に鉄持ってるってことは盗んだんですか、何か。あら、じゃあ僕も何か盗みましょうか。僕は空気を読んでね、キュートファンタさんだけに罪をかぶらせるわけにはいかないので、僕は仕方がなくもらっておきましょう。あー、心が痛いわ。あー、心が痛いわ。落ちてたので、チェストの中に落ちていたアイテムを拾っておきますよ。これ後で返しに来ないと、マジで本当にしばかれる。これ嫌われるやつ。え？これ嫌われるやつだよ。いや、いや、ですね、僕は心が優しいので、ここの倉庫の部分を荒らすのはちょっと心が痛むんですよね。キュートファンタさんはどうですか？痛みませんよ。痛みませんか？いやいや、さすがにまずいけどね。僕はちょっと TNT 置いときますね、チェストの目の前に。置くだけ。あれ、ちょっとインベントリー見てみてください。あれ、何それ。あー、ダメだよ、そんな。ダメですよ、そんなん着火したら。いけないいけないいけない、絶対ダメですよ、マジで。荒らしちゃった。あ、ダメですよそれ。あ、ここのお家目が TNT なんですね。これは起爆、誘爆。やっべ。これまずい。あら。いけないんだ。ダメですよ、これは。これ俺本当にまずい。そんなつもりなかったんだ。やばい、これ。マジでしばかれる。でも TNT を置きましょうって言ったのは誰でしたっけ？帝国軍の基地を TNT で爆破しましょう。あはははは。大丈夫です。TNT で爆破した場合ってアイテムがそのまま残るんですよ。全部アイテム拾って、で全部元に戻せば、爆発してちょっとスッキリしたね。でも周りから見たら本当に何も変わらないよねっていう風にできるので。これ顔覚えてます？アレックスですよね、確か。違いました。
多分そんな感じです、ね、メガ TNT の アレックスを作っちゃえばもう証拠隠滅できますよ。多分本人も自分の顔あんま覚えてないと思うんで。まずすぎる。まずい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 。いや 今ログインしてきたら終わるな。どうしよう。僕はあのあれですよ、キュートファンタさんの指示でやられましたって言います、ね、まあ事実ですからね。あーでもこれあれか、僕の印象も良くないな。視聴者目線から見た僕の印象がかなり良くない気がするな。なんか調子に乗ってる時のゴッドコーターンそのまんまでやばいな。調子乗っちゃったらなんかタガー外れちゃうからな。なんかたまたま荒れてましたよね、ここら辺。たまたまなんか荒れてましたね。誰かが壊しちゃったのかな。すごいかわいそうに。あ、鶴丸さんお疲れ様です。鶴丸さんお疲れ様です。なんか地盤沈下でここら辺緩くなってたみたいで、最近雨すごいじゃないですか。それでちょっとね、陥没しちゃったっぽくって、で僕たちたまたまそれを見つけて、でやばいな、ちょっと本人見たら悲しむだろうなって思って、それで直してるところですね。僕たち修復しに来ました。そうです。なんかたまたま見てたんで、いい人なんですよ、つまり。なんか事件の香りがする。多分気のせいじゃないですかね。最近暑いですし、蜃気楼ですよ、多分。どんな顔だっけ？大体できたちは OK。まあ。多分いいでしょ。何個か動画に映ってるから、それ見て復元すれば簡単なんでしょうけれども。ただそこまでするその動力、気力、やる気は、まあ、僕にはないから。こんなんだっけ、やばい、こんなんだっけ、マジ。分かった、これ僕の顔にしよう。そしたら僕が悪ふざけで作ったことになる。そしたら爆発もなかったことになる、多分。これ思ったよりやばいかもしれない。そう、それはちょっとなんか ないでしょ、これは。これガチでコウタンの顔にしません？あー、僕はいいですよ。ガチでコウタンの顔にした方がまだ許される。そっちの方がネタとしてね。あー、なんだネタかー、ははは、帝国軍をやってたからな、面白いことするなーって感じで終わる。ギャグの方面へと持っていくことによって罪を緩和するわけです。まあ僕たち何もやってないですけどね。鶴丸さんこんにちは。鶴丸さんお疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。なんか大変なことになってますね。なんでもないですよ。あ、なんでもなかった。なんでもない。なんか見ました。僕は何も見てませんでした。僕は何も知りません。なんか遠くの方から爆発するところはちょっと見、あれもでも新気楼か。多分新気楼じゃないですか。疲れてるんですよ多分。なるほどね。毎日最近なんか頑張ってたんで。そうですね。これここって誰の顔でしたっけ。確かなんか僕の別荘だった気がします。あ、そっかそっかそっか。なら、はい、これでいいのか。そう。なんか顔変わってる気がするけど、まあ。いやまあこんなもんじゃないですか。よし。何も見ずに作れるのすごいな。まあ作り慣れてるんでね。でもこんなもんですよ。オレンジ色はい。ありがとうございます。どうぞ。顔がいかれてるな。あれ口こんなんだって。違うな。おお。これで誰がやったかわかる。いや、違いますよ。これはたまたま地盤沈下が起きてブロックがバラバラになって、でプールの中にプラモデルを入れたら数兆億分のなんとかの確率で組み上がるみたいな、宇宙ができる確率が低いみたいな例え話あるじゃないですか。それが起こったんですね。TNT で、TNT で爆発して、その衝撃でブロックが宙に上がって、で気づいたら元に戻ってたと思ったら、こういう風に組み上がってたっていうカバーストーリーですよ。カバーストーリーとかっていう。よし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 。一応アイテム戻しておこう。爆散してしまってる分だけはね。これで思ったんですけど、はい、多分狭いですよね。これ多分地下室あったんですけど。ああ、地下室か。あ、ごめんなさい。いや、地下室、地下室。あれ？あ、そっか、土で埋めちゃったんだ。あった。いや、TNT が水のところに落ちると思って、はい。やったら引っかかって。
いや 目の部分が TNT だったんで被爆しちゃったんですね。それが悪い。それがそれですね。なんか目が TNT にするとそれで爆破してくださいって言ってるようなもんなんで、荒らしてくれって言ってた。まあ、実質これはもうなんかジオンさんが悪いみたいなところがあるんで、僕らは悪くないですよね。むしろ被害者ですよこれ。なんかすごい物は言いようだ。目を TNT で作ったせいで、せっかくちょっと爆弾使って遊ぼうかなって思ったら思ったより被害出ちゃって、それで僕たちが変に罪悪感被ることになったんで。そうっすよ本当ね。なんか賠償請求しますよ。なんかもらいましょう。これこのままだったら僕たちただの悪いやつじゃないですかね。えどっちみち悪いやつか。でも木を隠すなら森の中ぐらいの勢いで言ってる。じゃあ全部壊します。全部壊して真っ平らにして、最初から建物は何もなかった状態にすれば僕たちが壊したことにはならないですよ。それはまずい。チェストを別のところに移動して、いや大丈夫ですよフイジオンさん、チェストだけはここに置いておりますっつったら逆に嬉しがるかもしれない。嬉しがらないな。もう分かった。キュートファンタさん、はい、ちょっとこれを、はい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 、帝国軍最強バイヒノ。うわ悪い。これ完璧な犯罪じゃないですか。完全犯罪ですよこれ。悪すぎる。これカバーストーリー同士打ちです。帝国軍の中のヒノさんがなんか動画のノリとかでこのフイジョンさんのお家を爆破して、で直そうとして僕の顔にして罪をなすりつけようとしたっていうカバーストーリーの完成ですよこれで。悪すぎるマジで。まあまあ僕たち何も見てないですよね。何も見てないですよね。何も見てないですよね。よし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 、セーフ。ということでチャンネル登録とか何がってことでなんだ。チャンネル登録と高評価よろしく。さよなら。共犯者のキュートファントさんのチャンネルは概要欄に貼っております。バイバイ。